はい、皆さんこんにちは。セイキン TV のセイキンです。先日四角い珍しいスイカを皆さんにご紹介しました。あれも十分珍しいスイカだと思ったんですが、なんとさらにものすごいスイカを見つけてしまったんですよ。早速お見せしましょう。それがこちら、じゃじゃん、お化けスイカ。皆さんご覧ください。これ合成じゃないですよ、本物です。四角スイカなんてもんじゃないでしょ。これスイカですよ、スイカ。これご覧ください。 44.3キロあります。完全お化けですよ。これは44キロですよ。皆さん10キロの米の袋持ったことあります？あのお米の袋10キロのやつが4個よりも重いんですよ。それやばいでしょっていうスイカです。でこちらお値段なんですが、税込みで 17,064円です。こんな大きいスイカ普通売ってないじゃないですか。最初これ売り物じゃないだろうなと思ってよく見たら、ちゃんと値段貼ってあるわけですよ。どうしても皆さんに見せたくて買ってきました。なんですが、まあご覧の通りですね、 44.3kg もあるので、僕一人で軽く、はい、じゃあ持ってきますっていうわけにはいかないわけですよ。で店員さんを呼んで、まあちょっと手伝ってもらおうかなと思ったわけです。そしたらね、まあ一応3人がかりでやっていただいたんですが、まあその時の態度がね、まあめんどくせえな、めんどくせえ客来たなっていうな態度がね満載に出てまして、これ買うのぐらいの感じでしたよね。まあ僕としてはね、非常に残念な思いでした。確かにね、店員さんもそれぞれの仕事があって忙しいのは、重々承知はしてます。ただね、でも冷静に考えると、僕はお客で売り物を買いに来ただけなんですよ。こんな高いの買ってんだからね。だからもう少しね、心よくね、あ、じゃあ来ますよーっていう感じで対応してほしかったなというお話です。まあそんなことはね、まあどうでもいいんですけど、でもそれでもね、皆さんに見せたくてなんとか買ってきました。ということでね、スイカ見ていきましょう。まずこれ横ですよ。これをじゃあちょっと縦にしてみよう。ちょっ、はい、なんだこれだ、こうやって見るとまあまあ普通のスイカに見えるんですが、こういう風にしちゃうと、これなんじゃこりゃっていう話なわけです。これね、まあ持てるけどマジで全力でこうプルプルしながらやんないと持てないんだよこれね。え、だから手伝って欲しかったんだけど、まあいいけどさ別に、まあわかるでしょ皆さん、これ僕この細さでね、どうしありがとうございますってこうやって持ってったわけだよこれ。頼むよこれってやつですよ。まあ一応聞いたところによると、まあこれ観賞用ということで、まあ食べられる保証はないということだったんですよ。まあこれだけ大きいと確かに中の身がしっかりできてるとは思えないですよね。でも開けてみないとわからないということで気になったので、今日せっかくなんでこれね、バスッとこう切って見てみましょう。よし、ではねこれから切ろうと思うんですが、通常のスイカと同じ向きで切りたいと思います。一応こっちが上なので、まあこういう向きで切るのが普通だと思うんですよ。こう切るとね、ただの丸になっちゃうんで、まあ通常だとこうだね。だってこれ包丁の大きさとバランスおかしいんですよこれ。どっから包丁入れればいいのかわかんないもんね、もうね。はい、料理長正規に行きまーす。はっ、よし、行くぞ。よっしゃ、中はどうなってんのか気になるね。劇的に硬いというわけではないですね。まず線をこう入れてと。ただこれ端っこまで包丁入んないんじゃない、これ。今度逆側からちょっとこうして、よし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 、いいぞいいぞ。だいぶ線は入ったと思うんですけど、ただこれじゃね、まだダメなんだよね。現段階で香りがちょっとしてきたんですよ。通常と同じスイカの甘い香りがしますね。これをじゃあこうして、こうしよう。うおーあーっ、やーた、オッケー。そしたらね、裏側も切っていきます。包丁ではちょっと厳しいので、ヤシの実を切った時に使ったノコギリ、これの方が少し刃が長いので、これでやってみよう。おお、来たんじゃない、来たんじゃない、来たんじゃないこれちょっと待って、いけてるんじゃないこれ、多分開くぞもうこれで。せーの、パカーン。おおやべえこれ。はい、無事スイカカットに成功しました。で中の実なんですが、種がでかい、超でけえ。で色はね、まあ薄い赤ですね。やっぱり黄色がかっちゃってるね。完全に栄養が行き渡ってない感じですね。はい、僕の顔と比べてもこの大きさですよ。これ通常のスイカ何個分でしょうか。このスイカの種を植えたらもしかしてお化けスイカできるんでしょうか。でもなんかそういう遺伝子を持ってそうですよね。こちらが種です。全部白くてかなり大きいですね。普通のスイカだと黒い種と白い種と混ざってるじゃないですか。このお化けスイカは全て白い種です。ここら辺も特殊ですね。まあ一応ね、食べれないってことだったんですけど、まあ食べれないことはないでしょう、きっとね。一応スイカですから食べてみよう
よし、ちょっとね、スプーンで種をこう取りつつ、あーでもシャキシャキ感とかは悪くないけどな。種がでかい。それではお化けスイカいただきます。うん、意外と味しますよ。うん、ちょっと薄味だけど予想してたより美味しい。青臭さとかもさほどないんですよ。まあ美味しいスイカに比べるとボソボソはしてますけど、味はね意外と悪くない。もうね、完全僕食べれないと思ってたんですけど、意外と食べれるので、まあ食べれる部分はお皿に分けて、後で食べようと思います。お化けスイカの中身がどうなってるか皆さんにお見せできて、僕は良かったと思ってます。以上、お化けスイカと怒りの物語でした。See you next time! はい、それでは本日の本編いきたいと思います。うるさいな、もう羊が。めえじゃないよ、あったく。あ、ここにいたのか。なんかこう、遊べる場所を作りたいと思ったわけですよ。気をつけて気をつけて、まあとりあえずね、これからスライム狩りですよ。うん、79個も集まりましたね。おお、スライムブロック。あ、いい音だね、これね。スライムの音。スライムの音だね、ほんと。じゃあここにこういう感じでちょっとジャンプ台を作りましょう。あ、やってみる？大丈夫？わかんない。大丈夫？大丈夫。あーすげえ。あぶねえ。何やって、危ねえ。